金の粉を蜜にまいた黄金の字の上に貝を貼って水の中の車輪を表した鎌倉時代の漆塗りの容器、13世紀に製作された国宝片輪車螺鈿手箱、東京国立博物館が所蔵する本作は手箱、つまり化粧道具や紙、文具などを収めた調度品です。口の縁にはヘリを、鈴を用いて細長く飾った覆輪を巡らせています。箱の身の部分の側面には金属の輪を通し車輪をかたどった銀でできた金具をつけています。これらの点では同じく東京国立博物館が所蔵する国宝の、しかしこちらは平安時代に作られた片輪車蒔絵螺鈿手箱と変わりはありません。その一方で鎌倉時代に製作された本作の特徴として、容器の表面に漆を塗ってその上にさらに金粉を高い密度で濃く巻き詰めて鋳掛け地と呼ばれる金色に輝く地の部分を作っています。それから平安時代に作られた片輪車蒔絵螺鈿手箱が、大きな蓋が箱の身の半ばまでを覆っていたのとは異なり、鎌倉時代に作られた本作は蓋と箱の身の部分がぴったり合う合い口作りとなっています。表面には漆を細い線を描くように塗って、その上に金の粉をまく付け書きと呼ばれる手法を用いて流れる水を表しています。水に浸した車輪は文様の形に切った貝をはめ込む螺鈿の技法を採用して表されていますが、この作品では車輪を表す箇所については切り抜いた貝で、モチーフの形状を表現する切り透かしの技法を用いて形を整えた貝を貼り付けて描写しています。さらに蓋の裏には小さな巴の文様がたくさん群れて重なりながら集まるように配置されています。それから平安時代の片輪車蒔絵螺鈿手箱の高さがおおよそ13センチメートルだったのに対し、鎌倉時代に作られたこの作品は高さは2倍以上あって27センチメートルを超える高さとなり、全体に涼感にあふれた印象を与えます。加えて平安時代の蒔絵の手箱では暗い色の漆を塗った地の部分がよく示されていたのに対し、鎌倉時代に作られた本作では金の色彩の強さが強調されています。これらの特徴的な造形からは13世紀の鎌倉時代に生きた人々の装飾に対する新しい感覚や趣味が感じられます。